ちょっと上げです。すげえ。まずはどっからやるんですか。まずマウンドですね。マウンドとホームと、まあ、それをちょっと僕がしっかりやっていきます。ホームランを打ってもうゆっくりダイヤモンドで一周する、その感覚を子供たちに味わってほしい。そのためには球場を作りたい。斉藤佑樹、野球場を作ります。じゃあちょっといよいよマウンドをやっていこうと思うんですけど、なんとなく半径決めないといけないですよね。まあこの辺がっていう感じで、この辺をちょっとこう、わかんないけど、まあざっくり、ざっくりちょっとこの辺を僕が耕していくってみたいな感じですね。はい。この辺の全部買っていきます、この草を。結構。それホームセンターで買ったやつですか。あ、そう、これホームセンターで買ってきたやつですね。でもこれいいのかな、これで。なんかだいぶ深くまで行っちゃってるけど、根っこが強い。すごいですか。すごい根っこが。あ、ちょっと佐々木、はい、手伝って。すいませんすいません。ちょっと遅れました。いやいや、お願いします。このヘリをね、こう、よいしょ、よいしょ、よいしょ、やばい。運動不足ですかね。いやこれでもだいぶしんどいですよ、これ結構しんどいですこれねえ。だいぶしんどい。あ、藤井さん、すみません。あ、めちゃめちゃしんどいです。ちょっとマウンドを作るのはこんなにしんどいなと思わなかったんですけど、はい、今日ちょっとの紹介したい方がいまして、あ、初めまして、橋本工業さんの橋本社長と申します。はい、よろしくお願いします。工業さん、いろいろ詳しいのちょっと聞いてみて。本当ですか。野球場作りに詳しいってことですか。野球場詳しいです。野球場作られたことはあるんですか。はあります。野球場作ったことある人がいる。ちょっと今僕早速なんですけど、早速なんですけど、はい、ちょっと今マウンドこんな感じでやっちゃってるんですけど、ちょっと測量しましょう。測量するんですね。はい、お願いします。まずそもそも僕らこれやってるの今合ってますこれ。あ、多分広すぎるかもしれません。広すぎる。あ、本当。ちょっと出しましょうか。あ、本当ですか。はい、お願いします。広いんだこれ。まあそうっすよね。あんだけ投げてきたのに全然分かってないっていう。よろしくお願いします。斉藤幸です。お願いします。ここがピッチャープレートなんで、はい、45センチ。これプレートですか。これがプレートの 前プレートから45センチ。なるほどね、プレートが中心じゃないんですね。中心じゃないんですよ。プレートよりも45センチぐらいのところが中心なんですか。この部分が平らになるんですよ。面白い。それからあの傾斜が、そうなんですよ。で一応今円描くんです、はい、それから2743で、2743、はい、そんなきっちりやるんですね。知らなかったですか。ちょっと知らなかった、知らなかったし、ちょっと僕が掘ったところも全然内側だ。全然内側だった。ありがとうございます。ああ、とりあえず、めっそうもないです。いやいや、もう本当にありがとうございます。じゃあここの中だったら耕しても大丈夫ですか。あ、大丈夫です。はい。頑張ります。じゃあそれからまた今度一出しします、はい。はい。ありがとうございます。はい。まあどっちにしてもこの草は取んないといけないんだけど、この赤の中をしっかり。めっちゃしんどい。マジでしんどい。想像以上ですか。想像以上これ。本当ですか。根っこは結構深いですね。深いこれ。深いねこれね。あ、いいんじゃないこれ。ねえ。ありますね。これいいんじゃない。あ、久保さん。お久しぶりです。先日ちょっと紹介していいですか。説明会で花火大会の提案をしていただいた久保田さんです。舞鶴地区振興会の会長さんです。はい、一応。そうなんですよ。はい。今回ちょっとあの草刈りをうわ本当すか、お手伝いいただけることで、はい、本当すか。ちょっと今日はめちゃくちゃ助かります。うわ、なんかたくさん方が来ていらっしゃってる。舞鶴地区振興会の役員の みんなです。はじめまして、ありがとうございます。皆さん、ありがとうございます。お手伝いいただけるということで、ちょっと僕マウンド周辺をちょっとやろうって思うんで、この外野の芝刈りというかをやっていただけるとすごく助かるんですけれども、お待たせしていいですか。はい、わかりました。本当だ。めちゃめちゃ掘り起こしてる。すごい。
すごい鉄骨をつけただけの武骨な感じが。でもあれでもそっか、できるんだ。ちょ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 、すごいすごいすごいできた、すごいできた。え、長沼町すごくないですか。すごいっすね。めちゃくちゃ嬉しいっすね。これもう皆さんもうボランティアで来てくれてるんですよ。ありがたすぎる。うわーすげーちょ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 、すごい。もうほら抜けてるし、だってこれ全部すごい。これはエモい。うわ、この光景やっぱ見ますもんね、よくね、北海道のこの畑の感じで。お、ちょっと上げです。ストップです。 OK です。ありがとうございます。すごい。測量初体験。測量初体験。正規で行くとこれから二重下がりなんですよ。二重下がりですか。だから結構マウント高い。本当っすね。削らんか。10センチ。10センチ削ればいいってこと。あ、削ればいい。削ります。削りますか。はい。もうちょい、はい、大丈夫です。あとはスロープにするんで、はい、全部ちょっとみんなで手伝って、はい、そうですね、落とします。全部を削るんですよね。よし。長沼さんのトウモロコシですか。有名ですもんね。すごいよ。しかも熱々茹でていただいてありがとうございます。本当いただきます。甘っ、おいしい。うわ、いい塩加減。縁日とかこうお祭りがあると焼きトウモロコシが出るじゃないですか。もうぜひ出してほしい。これめちゃくちゃおいしい。3時間ぐらいやった、うん、どうですか、うん、まあ、本当にね、いろんな方にサポートいただいて、一人で、ね、やろうと思ってましたけど、あれだけの方がやっぱ来てくれないとここまでできなかったから本当に助かります。午後も疲れてんじゃないですか。ちょっと疲れちゃって。いやいや、疲れてはいるんだけど、疲れてはいるんですけど、午後もしっかり頑張ります。この後は、はい、ちょっとここに土を入れます。土、この土はどっから。ちょっと用意していただいたみたいなので。あ、はい、お岩家さんの黒土ですね。それやっぱりこのマウンドに適した土。そうです、粘土質が多いやつです。粘土質が多いやつですね、はい、確かに今ね、硬い方が好まれますから ね、 ね、選手は。お岩家ってのはどこら辺ですか。お岩家ってこのちょっと先の方の千歳の方ですね。 あの辺にお湯分けってあるんですけど。そうですね。じゃあ本当地元の土。そうです、そうです、はい。素晴らしい。すごいじゃないですか。すごいじゃないですか。トラックは運転したことあるんですか。いや、初めて初めてです。ありがとうございます。
きまーす。クロスもんね。もうこれで踏んじゃっていいですかね。踏みながら鳴らしながら。なるほど。早稲田流打ってたよね。はい。打ちはね、しっかり踏み固めてる。この親指の跡がついちゃいけないっていうぐらい固める。踏み固めてる。そうすね。はい。マジっすよ。マジで。確かにこうやってやって。入ってやって、やります。大学時代思い出せ。このもうこの足跡がもう全然こうもうこうほらこうやってついちゃいけないですよこれ。これはもう足跡ついたらもうダメなんですよこれ。そのぐらいやっぱりこう僕らは踏まないといけないっていう風に先輩たちが襲ってきたんで。はい。なんか練習終わった後整備だけで1時間ぐらいかかってましたもんね。すごいね、これマウンドできちゃったよ、これなんか生まれてくるね。本当っすね。生まれてくるなと思うんだ、これ本当っすね。嬉しいもん。いや、僕も嬉しいですよ。すんごい嬉しい、これよし、よし、じゃあここ行っちゃいます。わー、すごい、あった、すげえ、めちゃめちゃ硬いね。はい、硬い、入んないっすもん。すごい、これで完成でどうでしょうか。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、完成いただきました。ありがとうございます。完成できました。いいですね。長靴でシャドーピッチングするの初めてですわ。しかもめちゃくちゃ硬い。あ、いいですね。これはピッチャー喜ぶだろうな、これ。最近はいろんなマウンドを登ってきたと思うんですけど、はい、どうですか。一番いいですよ、そりゃそうですよ。気持ちをね、より込めてるんだから。甲子園よりも神宮球場よりも札幌ドームよりもどこの球場のマウンドよりも一番大好きなマウンドですよね。僕球場作りって最高です。